14日ね、どうなるかな。まあコバルト対ゼブラはまあね、ゼブラが負けて仕方なしな部分あるんですけど、その後ですよ、グルージャも負けたらもうどうしたらいいって感じですわな。なんか松原解任の X デーなんて言われたりしてな。まあ一応その前に7日は天皇杯の岩手県代表決定戦ありますが、